ビルの真下に到着しました。橋の中央には穴が開いて筒抜けになっているようです。はい、幻想尺八回入江陽介です。今回は空中庭園についてです。2つの高層ビルが頂上でつながっているという世にも珍しい建物があり、その連結部分は空中庭園と呼ばれているそうなんです。そのビルは世界を代表する20の建物に日本から唯一選ばれたそうなんです。それでは行ってみましょう。こちらが大阪の梅田スカイビルです。確かに頂上が橋のように連結されていますね。大きな川を渡ってビルに向かいます。ビルに近づいてきました。ビルの真下に到着しました。橋の中央には穴が開いて筒抜けになっているようです。ビルの中に入り空中庭園を目指します。エレベーターで一気に上まで登ります。このエスカレーターは空中にむき出しになっており、高所恐怖症の私には恐ろしいです。真下が見えてしまい緊張で手汗が出てきます。チケット売り場に到着しました。空中庭園と呼ばれている展望室に向かいます。展望室に着きました。大阪の高層ビル街もよく見えます。現在地はこの辺りですね。先ほど私が歩いてきたばかりの橋が見えました。大阪のバスです。大阪駅も見えました。屋上に向かいます。円形になっている屋上に出ました。今いるのはこの部分ですね。中央に穴が開いており、遥か下の地表が丸見えです。この部分の穴ですね。先ほどの浮き出しのエスカレーターです。ドームがありました。大阪城もよく見えます。お土産屋さんで記念品を買いました。それではご視聴ありがとうございました。大阪駅には面白くて綺麗な水の仕掛けがあり、こちらはおすすめのスポットです。